体をボコボコにするサディスティックな映画になっちゃうので、なぜそこで体を見せるかとか、大胆な乗ればに挑戦っていう、そういうことではなくて、私ビンタうまいんですけど宝塚にいたんですけど、海賊の役があって、海賊なんてどう作っていいか分かんなくて、役の上とはいえですけど、支配する側とされる側どっちが良かったみたいなのあります？いやー、台本を読むとどうしてもサディスティックな部分の方が浮き彫りになってくるので、これは綾乃が抱えてる悲しみとか闇とか、そっちがちゃんと表現できないと、ただとボコボコにするサディスティックな映画になっちゃうんで。躊躇みたいなのありました？躊躇ありました。すっごくありましたまずはやっぱり露出があるってことで、今までも露出がある映画は出てるんですけど、なぜそこで体を見せるかとか、なぜそこで露出をするかっていう、大胆な乗ればに挑戦っていう、そういうことではなくて、何を描きたいのかっていう部分が監督と話してしっかり見えたので、まずは一緒にやれるって思う。葵をねボコボコにしますけどそういうね、演技のつけ方って今ほとんどないんですけど、ないからそれは誤解されたくないんですけど、今令和の時代に、あれ、この映画作った人たちコンプライアンスって言葉知らないのかな、そうなっちゃうのが危険性だなってはすごい思いました。ただね、やっぱその裏側にね、私が演じる綾乃は多分出方が間違ってたりとか、本気で役者を追い込んでいくチョイスを間違っているだけであって、その役にどんだけ飲み込んでいってもらうかとか、引き出すかっていう方法論は、あれはダメなパターンだけど、いろいろみんなあれぐらいの気持ちでやっているわけだから、そこのリアリティっていうか、根本的に表現とか舞台っていうものをものすごく熱量を持って向かってるからこその綾乃だっていうところだけは、もう絶対ぶれないようにやってました。私演劇のプロデュースやったりもしてるんですよ、自分の演劇ユニットがあって。で、綾乃のような出方じゃないにしても、その一本の作品を作るためのどれだけの熱量が必要かとか、いろんな葛藤があるかということはやっぱり経験してるから、ある程度いろんなことが理解できたり、分かっちゃいますよね。とか、本当に自分を演じる側として何かの役をつかみたくてもつかめない時って、いや、もうびっくりするような役作りをするわけですよ。私宝塚にいたんですけど、海賊の役があって、海賊なんてどう作っていいか分かんなくて、演技始めた時、とりあえずバンダナ巻いてご飯食べる普通の生活を海賊と思ってするとかね、ビジュアル的な海賊から入るんですね。そういうのとかからね、もう何の役にも立たなさそうな役作りをいっぱいして何年か経つと、それを捨てていけるものとか、もっと取り入れるっていうことをやるじゃないですか。だからもう、ああいうふうに追い込んで役作りするっていうのも分からなくはない。時期的に私ちょうどその映画の撮影に入る前に舞台やってたんですけど、コロナが始まって、もう周りに舞台を中止する仲間がいっぱいいたんですよ。公演中止にするって言い放つっていう、あの時になんか綾乃の全てが決まったような感じがしました。役の上とはいえですけど、支配する側とされる側どっちが良かったみたいなのあります？いやー、支配される側はしんどいですね。やっぱ女性だから、本当にちょっとどっか怖くて、男性にボンってされることっていうのは物理的な怖さですね。怖い。なんか、映画ですよ、撮影なんだけど、本気入ったらうっかり怪我だってするわけだし、緊張感はありました。でもメンタル的に辛いって思うな、ボコボコにされてる方だけど、する側っていうのも結構気をいっぱい使わなきゃいけないから、じゃあビンタ一つにしても、私ビンタうまいんですけど痛くなくいい音が鳴るっていうのが得意で、でもあれも結構テクニック的に大変っていうか愛を持って痛くなく音が鳴って、テイクを取り直さないで済むように頑張らなくてはいけないっていうプレッシャー完成版ご覧になった時はいかがでしたか？私が今まで演じるとか舞台に立つっていうことをずっと考えて体験したことがものすごく詰まっているので、ああいうド S な感じはないにしても、刺さるものはいっぱいありますよね。背景を背負った男と女が最終的に許し合うってこともなんか今なんだろうなって気がする。完全なる飼育シリーズですけれども、まあ、今までの完全なる飼育シリーズをお好きな方も見たことない方も多分いろんな方にも心に響くような作品になってると思います。人間と人間が距離を取ってる今だからこそこの映画を見てもらいたいなと思います。どうぞ劇場でご覧ください。